川崎良樹です。バサイ渡るです。はい、イエーイ。で、今日は渡るくんの持ってきた企画ということで、はい、ここにこのでっかいね、スケッチブックっていうのかな、はい、があるんですけど、何を書くか、お題を言って10秒でそのお題に沿ったのを、10秒でしょ、10秒で書く、10秒意外とむずいでしょ。それをね、やっていきたいと思います。よしよ、じゃあ最初書きます。じゃあトイプードル用意、スタート。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。僕の10秒のトイプードル、こちら。もうゴミじゃん。これね、あれだよ、ボールペンの試し書きのところにあるよ。確かに。やばい、これめちゃくちゃむずい。面白い、これ。じゃあ、俺書くんだよ。じゃあ次。じゃあ、本式ね。はい。じゃあ、電車。電車、待って、絶対むずい。ただ。4、5、6、7、8、9、ストップ。ほしくんの電車、こちら。これですね。わからないからなくない？まあまあ、でもバスっぽいけどね。この三角形は、このやつで、コンセントみたいな。なんて言うの？じゃあ待って、俺電車10秒で書くから、いけちゃった。ペン貸して。スタート。10、9、8、7、6、5。あ、やばい、失敗しちゃった。3、2、1。やっぱ、違うんだって、忘れちゃった、間違えちゃった。違う、俺、マジで、えぐい。何これ、マジで。クラッカー？違うんだよ、ほんとね。じゃあ、一回ちょっと、時間をね、かけて、書くと、まず四角を書いてね。はい。あ、立方体を書くと。こうだ。あ、そういうこと、走ってる、うわーんってきた感じ。で、それで、こう書いて、こう書いてね。こういう感じで。あー、わかるわかる。これ今ね、書いたやつ、こっち。こっちの方がうまい。あ、でも臨場感があるね、こう。そう、これ数学の先生に教えてもらったことかな。まあでも待って、10秒結構きつい。10秒きついな。じゃあ待って、最後さ、めっちゃむずいのにしていいから、20秒にする。20秒に。どうぞお題。ジェジェ君、用意、スタート。ジェジェ、あ、あれ？卵のやつ。2、3、4、5。13、14、15、5、4。かわいい。2、1。できた。違うキャラクターだよね、もう。俺知らないんだもん。知らないというか、わかんねえ、全然わかんない。あね、目と J の位置が逆なんだよね、これ。あ、目が J。 でも書きたいことわかるわ。これでパッて見せられて、ジジェ君とは思えないけど、かわいい。でもかわいい、かわいい。これはこれで別にかわいいと。待って、最後じゃあ欲しくやるか。わかった、いいよ。じゃあ最後ね、黄色を使って。黄色、あ、ここいい。じゃあ顔だけでいいよ。顔だけ、はい。キリン、よーい、キリン、スタート。1。うん、いや待って、黄色絶対さ、20。絵的に見づらいよね。あ、マジで。お、でも、あ、一応、お、めっちゃうめえ。マジ10、でも20秒にしたらさ、え、これはうまい、うまくいきたと思うんで。どうですか、すげえうまくね、うまいと思う俺は。ということで、じゃあもうちょっと画力を上げた方がいい。画力上げないと上げた方がいい。じゃあ今式がさ、1週間チャレンジってやったじゃん、うん、やってたね。で、俺も1週間というか、まあ1週間チャレンジ、うん、じゃあいいよ。ちょっと A 頑張ってきます。 OK。 じゃあということで、渡ると星木でした。イエーイ、バイバイ。バイバイ。